さん必ず1人1回でお願いしますね。では踊った順番に行きます。踊ってない方もいらっしゃいますが、ではまずマー君が一番良かったと思う人、20代だね。マー君が良かった人拍手。スラリーも良かったの、マー君が。はい、 OK です、ありがとうございます。では続いてズーちゃんが良かった人拍手。一人一回だよ、スライディ。可愛らしかったもんね。じゃあリンちゃんというかマークが踊ったんだけど、リンちゃんが良かった人拍手。かなり大きいぞ。これはリンちゃんの手柄になるのか。では、スライディが良かったと思う人拍手。これは決まりました。対決その4、ハイパーアドリブダンス対決、スライディの勝利、拍手。いやー、なんていうかね、手拍子がもうね、フェスみたいだったの。なんかもう一体感が生まれてね、ここがなんかどっかのねフェス会場のようでしたので、マー君のポリリズムもとても良かったんですけどもね。ということでスライディに100ポイント加算されまして、またなんかオリジナルで何か書いてますか、何か書いてますか。もう何が何やら分かんなくなっちゃったんですけどもね、とりあえずスライディが優勝だってことは確かなんですけども、50ポイント分けてあげんの、協力してくれたからズーちゃんに、ズーちゃんに50ポイント分けてあげるそうです。優しいね、友情が生まれました。では改めてちょっと得点を見てみましょうか。では M スプラッシュのみんなごめんね、なんか今日大変だったね、なんかね。ではマー君がトータル4ポイント、ズーちゃんがスライディが点数分けてくれて51ポイント、リンちゃんが3ポイント、そしてスライディが59ポイントで、この勝負スライディの優勝です。拍手。はい、スライディどうもありがとう。ということで、目録ですか、優勝の商品ですか。すいません、ですね、特にございません、すいません、優勝商品特にございません。ということで最後はですね、みんなで仲良くお写真を撮らせていただきたいと思います。ではスライディを真ん中にして、みんなでマー君、リンちゃん、ズーちゃんお写真を撮りましょう。皆さん最後までお楽しみいただきましてありがとうございました。